レホテル。はい、どうも、夏です。今日もお願いします。はい、本日は第4章のおそらく今回でラストいけるかなっていうところまでやってきました。はい、ではね、早速ゲームの方進めさせていただきます。まあね、間違いなくその京子のね素顔は出てくると思います、今回ので。ただそのラストの結末を今回迎えられるかどうかっていうのがちょっと定かではないです。はい、では早速ね進めていきます。いやー、どうなる？はい、前回だからどうなったっけ、トールさんとその京子が、まあ生前っていうかね、この黄昏ホテルに来る前からの仲が良かったその2人だったのかっていうのでちょっと疑問が生じましたよね。はい、ではここからですね、京子の正体に迫っていきたいと思います。もうね、怖いのよ、なんかさ、また尋問のあれがいるのよ。はい、いただきますね。京子さんが運命を感じたというシンデレラの舞台。この舞台には京子さんが運命を感じるところがないんですよ。そんなはずないわよ。トール様。え、はい。京子様が演じた役は何でしたか？主役だよ、シンデレラ。そしてトール様が演じた役は？トールさんが演じた役は？はい、これ上からですね。王子、金持ち A、農夫 A。はい、もうこれはね、一番下ですね、農夫 A。 農夫 A を演じたんですよね。はい、エクセレント。そうだよ、早くも早くで。だとしたら変だと思いませんか？何が変だって言うのよ。シンデレラは継母？え、ん、なんだっけ、継母でいいのかな、と、義姉妹にいじめられていたシンデレラが王子に見初められて玉の輿に乗り、そして自分を、シーターゲじゃないよな、なんだっけ、ごめんなさいね、読めなくて、マウンティング仕返すサクセスストーリーですよ。要約すると王子とヒロインが出会うラブストーリーですよね。こっちの方が分かりやすいわ、サクセスストーリーって。そのシンデレラを演じていた京子様がなぜ本番の舞台で農夫 A に運命を感じるんですか？それは答えは簡単ですよ、京子様。あなたは、京子様は、はい、これですね、上から、元からトールが好きだったシンデレラじゃない。デブ戦ひでえ、一番下。うわ、これちょっと個人的にさ、すごい一番下のデブ戦ってやつ選びたいんだけど、これね、ごっそり削られるから、興味がある方はデブ戦をね選択してみてください。私はもう正当でいきます。シンデレラじゃない。京子様はシンデレラを演じていないんですよ。はい、ピンときましたね。そんなはずない、僕の記憶はあやふやだけど、彼女は確かにシンデレラを演じてた。彼女って誰ですか？彼女は彼女だよ、京子ちゃんだ。ではここにいるのは誰ですか？京子ちゃんに決まってるだろう。残念、ハズレです。え？京子様にペアリングの跡がない理由、手帳の予定が食い違う理由、そしてシンデレラで運命を感じた理由、その3つの理由から考えるに。違うわ。はい、もうここは答え合わせだな。エクセレント、ここにいる京子様はトール様の思っている京子様じゃありません。やめて、全くの別人です。
あ、ここでか。いや、次か次の次ぐらいでチケットね。それで必ず顔が出るはず。うわ、このペースか。行かないな、ラストまで行かない気がしてきた。全部行きたいけど長くなるな。続けますね。いやー、まだ尋問ある。なんで。ここにいる京子様は徹様の思っている京子様じゃありません。全くの別人です。私は京子よ。何言ってるの。私の言葉に京子さんは悲鳴のような声で否定する。そう、ここがややこしいんですよ。徹様の恋人である京子ちゃんですが、演劇台本の役者一覧とあるもので名前がわかります。役者台本とっつったよな。役者台本とっつったよね。京子ちゃんの名前がわかるものだから、ちょっと待ってよ。多分この婚姻届け、いやごめんなさい、間違えてたら婚姻届け突きつけます。この婚姻届けを見てください。指名記入欄に松本京子と書かれていますね。シンデレラを演じた女性と同じ名前です。そうだよ、これが僕の京子ちゃんの名前だよ。ですよね、徹様がお付き合いしているのは松本京子様ですよね。だからさっきからそう言ってるじゃないか。そしてここにいる京子様ですが、彼女も名前がわかります。先ほどの演劇台本の役者欄を見てください。私は徹さんに台本の役者欄を見せる。松本京子様の他に京子と読む名前があるでしょ。高橋京子。その人の役柄は農夫 A の妻。はい、ここでようやく合致しますね。そういうことです。高橋京子様は文化祭の出し物で徹様と夫婦役を演じて運命を感じたんです。違いますか、高橋京子様。私は京子さん、いや高橋京子を見た。彼女は両手で顔を覆い苦悶の声を上げた。まるで獣のようなうめき声だ。しばらくして嘆くのをやめた彼女は顔を上げる。そうよ、思い出したくなかったのに。でも思い出した。これまださ、尋問のあれがあるのすげえ気になる。まだなんかあったっけ。はい、出ました。やっと出た京子の素顔。私は松本京子じゃない、高橋京子よ。そんな、まあこれね、徹さんからしてみればショックだよね。ここで終わった。まあ一応京子の顔出たな。あと3枚でラストいくかな、微妙だな。まあ続けますね。いや、行ってほしいな。誰？だから高橋京子様ですって。覚えていないの？同級生で、同じパズル部で、大学だって同じだったのよ。覚えてない。まあね、この徹さんはね、本来のその京子ちゃんの方がね、ずっと目いってただろうし。嘘でしょ？あの時私たちは夫婦になったじゃない。それはおかしいと思うよ。あの時ってシンデレラの時よ。妻の顔忘れたっていうの？あれは劇だよ。違うわ、真実よ、運命の愛なの。いやー、怖い。違うよ。私と大外さんは徹さんと京子さんのやりとりを遠巻きに傍観した。
大外さんに至ってはホテルのアメニティのティーバッグでお茶を入れている。のんきか。くつろぐつもりか。かくいう私もベッドに座って二人を眺めている。不謹慎だが二人がイチャイチャしているよりも揉めている方がまだマシだ。まあ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 。しかしこれは痴話喧嘩ではない。一方通行の恋愛感情だ。永井徹が盲目的に松本京子を愛している傍らで、高橋京子は永井徹を盲目的に愛していたようだ。あなたが私を無視して女と付き合っても多めに見てたわ。だって妻だもの。怖い怖い怖い。浮気しようが私のところに帰ってくるって信じてた。君と付き合ったことなんて一度も。余計なことは言わない方がいいと思いますよ。手帳にデートと書かれてましたけど、あれは？トールさんと同じ場所に行ったのよ。同じゴルフコースを回ったの。トールさんと一緒にですか？いいえ、後を追ったの。それってデートでしょ？いや、怖い怖い。それは、さすがの大外さんも汗出るわ、そりゃ。思わず大外さんが小声でつぶやく。なかなか失礼、こらこら、なかなか来てるって。あなたがそれを言いますか。いや、ほんとそれな。ブーメランだよ。そうだね、僕も人のことは言えない、本当にね。まあでもね、トールさんじゃねえ、大外はね、自覚症状があるからね。この方は、この京子さんはね、正しいと思ってるのが怖い。私が小声で大外さんに突っ込んでいる傍らで、京子さんはますますヒートアップしていく。松本京子と付き合っているのも許してたわ。それなのに結婚ですって。京子さんはその場にしゃがみ込んだ。なんで？どうしてよ、松本京子と結婚だなんて。なんで？子供ができたからでしょ。できちゃった結婚なのかな、この二人。あのエコー写真、松本京子様と徹様のお子さんじゃないんですか？そう、子供ができたから結婚しようってなって。あ、やっぱ出来婚なのか。でも彼女のつわりがずっとひどくて、もろもろの手続きが大変だろうって結婚を延期してたんだ。それでついこの間出産して、いざ婚姻届を用意して、あれ？トールさんはだいぶ記憶を取り戻したのか、スラスラと自分と松本京子について喋っていたが、ふと口ごもる。あれ？これなんかあったっけ？ちょっと待って。じゃあ僕と高橋さんはなんでこのホテルに来たんだ？これどうだったっけ？どういういきさつで？大丈夫ですよ、トール様。それについてはほとんど答えが出ています。これ行くかな、最後まで。猫ちゃんの中で答え出てても私の中で答えが出ていない。また尋問が始まったよ。トール様と京子様がこのホテルに来てしまった経緯は、おおむね想像がついています。トール様からしてみれば、接点がないのだから京子様と一緒にここに来る理由がない。はい。二人が会うためのアクションを起こしたのは京子様の方です。彼女がトール様を呼び出した。その証拠となるものを私は見つけました。これはあのメモっていうか、これだよね、多分。オーシャンビュー、なんだっけ、なんたらホテルに来てくださいってやつ。突きつける。この手紙で徹様は京子様に呼び出されました。オーシャンビューホテル209号室で待ってます。京子。ただしこれだけじゃ徹様は動かなかったでしょう。京子様のことを覚えていないんですから。
そうだね、知らない人から手紙なんて怖いだけだもんね。あはは、あははじゃねえ。困ったように笑うトールさんのことを京子さんがめちゃくちゃ睨んでいる怖い怖い怖い。幸いトールさんはその視線に気がついていない。なので京子様は手紙にこんなものを同封したんだと思います。え、なんだっけこれ。あれ、私なんかなんとなしに勘違いしてるわ。あの写真に写ってるの松本さんじゃない方の京子か、この京子か。あー出た、ほら。私は徹さんに写真を差し出した。いや、これそう考えるとこの写真めっちゃ怖え。女性が、京子さんが赤ん坊を抱えている写真だ。まるで母子の写真のようである。写真を見た徹さんの顔が急にこわばった。この子はアスミ？アスミさんって娘だよ、僕と京子ちゃんの。どうして高橋さんとアスミが一緒に？いやもうこれ怖いな、確かに。そう言いながら徹さんの顔から血の気がさっと引いていく。気がつきましたか？京子様はあなたのお子様を連れ去ったんですよ。犯罪犯罪。あなたと会うための出汁に使った。そんな、娘をどこに？トールさんはここに来て初めて険しい顔になり、京子さんを睨んだ。彼女はトールさんの剣幕に一瞬だけひるむ。しかしそこは赤ん坊を誘拐するだけの女性だ。肝が据わっている。京子さんはにやりと笑って肩をすぼめた。なんだっけ。さあどうだったかしら、覚えていないわ。でもあなたが私と結婚してくれるっていうのなら頑張って思い出してあげてもいいけど。まだそんなことを言うんですか。敬語なんてやめてよ、まるで他人みたいじゃない。他人じゃないですか怖いなあ。思い出してもらいます。トールさんと京子さんが私に向き直る。二人には平等に分け隔てなく全てを思い出してもらいます。まあじゃないとね、行き先が変わるもんね。あと一枚でこれラストまで行く気がしないな。おそらく次回に回りますね。まだ尋問がある。トール様は京子様にお子様を誘拐されて呼び出されました。そしてこのホテルに一緒に来ちゃったっていうことは、二人はすでに会っていると見て間違いない。私はトールさんと京子さんそれぞれの顔を伺った。感じ弱くてすみません。トールさんは自分の子供のこともあるためか普段よりさらにそわそわとしている。対する京子さんはふーんとした顔で立っている。もうわからないよ。このホテルは宿泊客の記憶にまつわるものが出現するホテルです。この部屋はあなた方の記憶に関するアイテムばかりです。その中で一つだけ妙なものがありましたよね。いや、できたと言ってもいいでしょう。一つだけ妙なものがありましたよね。いや、できたと言ってもいいでしょう。できたと言ってもいいでしょう。え、どれのこと？トールさんは一瞬考えてからすぐ口を開く。お風呂の水が急に溢れ出した。ああ、そういうことか。それです。蛇口に触れてもいないのに急に水が部屋中に溢れ出しましたよね。へえ。実は私は以前にも似たような現象が起きた部屋を見たことがあります。ギャンブラーのことか。その部屋の宿泊客とは、あ、これでギャンブラーでいいのか。ギャンブラー、え、ギャンブラーでいいよね。ギャンブラーだよねいや間違えてたらごめんなさい。ギャンブラー、あの土砂の
プライバシーに関わるので仮に A さんとします。その人物の部屋に窓から土砂が流れ込んで部屋が土でいっぱいになりました。ああ合ってた合ってたよかった。土砂ね、そういう現象もあるのか。その人はどうしてこのホテルに来たんですか。おそらくは生き埋めです。生き埋め。じゃあ私たちは。土が水に変わっただけでしょう。あなた方は溺れたんです。うえい、ここで終わった。マジか、早かったな今回。なんか尋問パート多かったけど、ちゃんとね、分かったからね、スイスイ行ってしまった。あー次回か。いや本当は最後まで行きたいところではあるんですけど、ちょっとねチケット5枚ずつっていうね決まりを守りたいと思います。では戻ります。いやーめちゃくちゃ気になるところで終わった。はい、というわけでね、あの2人は水で溺れて今生死の境目がわからない状態っていうことですね。はい、次回でも間違いなくラストまでいけると思います。いやトゥルーエンド行くかな。前にも言ったけどね、私この2人の仮面夫婦のね回のトゥルーエンド自体はそんなに好きじゃないんです。まあでもね、ちゃんと頑張って最後までトゥルーを目指していきたいと思いますので、最後までお付き合いください。はい、それではこの動画面白いと思っていただけましたら評価グッドボタンの方よろしくお願いします。さらに面白いと思っていただけましたらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。さらにツイッター、インスタグラムもやってますのでフォローの方よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。はい、ついに京子の顔が出ました。次回ね、トゥルーエンドに行けると思います。皆様応援よろしくお願いします。